このビッグバンクラス、脇戸凜太選手がね、18秒台を出しながら、ペナルティー、3秒と進みました。さあ、15秒台が1名、そして17秒台が1人、18秒台が2名という、かなりね、縦長の展開になっていくんですが、さあ、ここが厳しいですね、この選手で、4コーナー、3コーナーあたりで、ずっと数が進まってくるんでしょうか。さあ、16秒の選手で、ユーロビテリスナイスバレーヤタリスポーツキラワンキシメ1分19秒601分19秒60には6番手からのサマダクションキラさあそして2本目なんだ女性選手がサーチに寄ってきました1分17秒676は2番手なんですけれどもねこれがちょっと差がある1秒741ということでさあ、ワーキーとメンスパス前半ですね前半が1秒378後半は1勝負さあ、そこですね回答対戦振り直してきているのかスイートのタイムアタックまず前半のこの1秒378ねビハインドこれを一気に前に出たいところですがさあ、そして二口の3番手の51秒658からトータル1分18秒5114番手1分18秒551は4番手に上がってきましたさあ、前半51秒658は3番手そして後半まで